お疲れちゃんです、ラットです。今日はですねこちらのゴレスケラをですねちょっと遊び感覚でなんか作ってみたらなんか意外と強かったっていうので、まあ、今回ねこれを使ってやっていこうと思います。でこれがですね今、ラバークローンっていうのが結構流行ってると思うんですけど、ホバリングベビードラコウモリのスケブで、まあ、ランバーかババリが入ってるラバークローンがあれないかな、いやないか、めちゃくちゃ流行ってるんですけど、まあ、それのもうトップオブトップメタまあたまたまなんですけどね、なんかたまたまなんだろう、スケラーが最近ないからなんかライキさんのフレバとしてなんかスケラー、今のスケラーで言って負けないやつしたら、今の関係はスケラーでやってるやついねえやみたいなそんな言い方じゃないですけど、今の関係はもうポイズンでスケラーは終わってるよみたいなこと言われたんでね、いろんな、まあ、スケラーで遊んでて、まあ、気づいたらねこれが、まあ、完成しましたってなやつですね。はい。でまあ普通に環境のラバクロにもほぼ角ってかもう100ぐらいもう9割近く勝てますし、さっきゴレ対決も普通にねテンプレのゴレにもダクネのゴレにも勝てましたし、って意外とねなんか、まあ、ゴレ自体が強いていうか、まあライドラとかが強いんで、まあなんだろうな、もう普通に後半まで耐えることができたら一気にゴレスキャラの形を作って、まあ、持っていけるんじゃないかなと思います。はい。というわけで初戦日本人の方ですね。で基本的にやっぱゴレ自体、まあ、重量級なんで後半まで待ちたい、自分もこれあの、まあ、スケラゴレスケラで後半まで待ちたいんですけど、ここはもう攻めるというか相手がベビドラ咲いたんで、まあ、ゴレ展開でいいかなーっていうやつですね、まあ、ちょいと甘えた考えなんですけど、でここでも僕は早速スケラしていきますね。なんでかっていうと、まあ、このデッキランバーとかがないわけで火力がね全然あるわけではないですよね。ライドラとかあるんですけど、なんでここでスケラ打つことによって相手はここにロリババとかロリババとか雪玉とか使ってくれるんですよね。なんで作ってくれますね。はい、使ってくれるんで、そうなるとここの墓石がねうまーく働いてくれるんですよね。なんでよいしょ、これでしっかり守ることができますね。多分あとはライドラで、あとはライドラのカードパワーで、よいしょ。でここのライトニングもまあ美味しいですね。11交換じゃないよ、1個もらって、しかもアドも多分今ので2アドぐらいは取れてると思うんで、まあ、また今度はまあそのアドを生かして後ろからゴレ展開で、まあ、スケラ打っていけば、まあ、落とせなくても大ダメージにはつながるんじゃないかなと思います。なんでまあぶつかり合った時はゴレが、まあ、先にスケラ打ってあげて、まあ、相手にねロリババを咲かして墓石を生かすっていう、まあ、やり方がすごいいいかなと思います。まあ、ロリババだったら墓石処理できないんですけど、まあ、ポイズンとか使わせるっていう手もありですね。はい。で、まあ、ここは、まあ、ちょっと遅れてでもスケラ打ってあげると多分普通に相手苦しいですね。普通に相手苦しい、でこの形が苦しいんで結構で、ポイズン打ってダクネチャッチャお別れしてオッケー、スケルトンプラスのポイズンでダクネは解けるんでね、オッケー。いやなんか強いのよこれ、マジでわかる、このこれに圧倒してる感そう、ライキさんがなんかミラティブ配信してて、そうそれでなんかフレパとして遊んでたらこの出来が生まれましたね。でこのライトも別に美味しい、許容して大丈夫ですね。多分1個守ってもいいのがこれだったらってことで守ります。はいでスケル打っちゃえばもういいですね。間守んないといけないし攻めないといけないっていうので、まあさすがにこれパンチも入るしっていうので、まあこれは勝ちましたね。よいしょ、あと400は落とされない、あライト打たれるか、はいって感じで、ありがとうございます、グッドゲーム。さっきもねゴレに勝ったんですよ。多分テンプレのゴレは相手がポイズンでも、まあポイズンだったらどうなんだろうな、わかんないけど、さっきのポイズンだったらポイズンにも、まあ、普通のテンプレゴレには多分相性いいかなと思います。はい。というわけで2戦目ですね。いや僕結構まあいろいろ使うとか、なんかなんだろうな、何のカード好きですかって聞かれるんですけど、意外となんかスケラが一番な気がしてますね最近。なんかなんだかんだでスケラが好きですね。なんか僕がすごい有名になってきっかけもう多分スケラーなんですよね。多分スケラーを使って大会とかなんかフレバトとかですごい勝ってて、っていうので、まあ、スケラーのおかげで
今の僕があるみたいなもんなんで、スケラー大好き勢ですね。なんでいろんなスケラーを使えるようになりたいですね。なんか、ああこれはきついな、これきつい。だから意外とスケラーのめっちゃうまいって分かりにくいじゃないですか。なんか、はい、あダメージ入ってるなとか、あなんか守られたなみたいな感じなんですけど、その辺をね、なぜ今入るのかみたいなのとか分かれば、めちゃくちゃかっこいいというか、なんか、ね、ちょっといいですね。よいしょ。これ雪玉プラスのライドレでワンチャン、この辺を蹴散らせる。エレキが強い。やばい。やばい。残った。あ、オッケー。で、これでもスケル打っちゃえば、勝ち。今しかも雪玉を割いたんですよ。で、これ雪玉割いたことによって、このスケルトン処理できない。できない事件。まあまあまあ、ポジションボールされるけどもですね。オッケー。相手これちなみにペッカかな。いや、ラム。いや、インドラ、あ、ペッカいないか。普通に、こう変えてラムデッキかな。まあまあまあ。勝てばいいや。勝てばいいや。はい。で、まあ、インドラプラスの雪玉があるんで、まあ、それが、よいしょ。相手の、まあ、インドラとか、インフェルトが来たらこれちょっとむずいっすね。なんで、まあ、ゴレ展開するけど、ゴレは餌でスケラがメインみたいな感じですね。インフェでも。で、これ雪玉でノックバックからの、ライドラで。あ、それはうまい。これもケツでいいや。待って、くしゃみ出そう。最近花粉がやばいっすよ。最近花粉、え、待って。俺のライドラ、届いてない。そんな、事件。事件。それは事件。これちょっと急いで回したいけど、これライドラでいいや。これライドラで、デデデンってしとけば、デデデンってしとけば多分守れる。で、これ雪玉打ってあげて、オッケーオッケー。雪玉打って、これしかも剥がれるでしょ。剥がれるでしょ。オッケーオッケー。早く、ライドラ。早く。早く。で、ここは、スケル打ってもいいんだけど、シンプルに多分ゴレ、相手なかなか溶かせないんで、ゴレで攻めます。で、真ん中メガネできたら墓石置く。オッケーオッケー。で、これ、シンプルに、今ここでポイズンも使ったから、勝ちいいですね。さすがにこれ勝った。このスケル多分抑えられない。破壊力がやばいんですよね、これ。ね。いやー、いい、いい。なんか、陸域が、まあ、墓石だけなのがちょっと心配なんですけど、まあ、なんすけど、そこに、まあ、ライドラ、まあ、小獣ババとか、もう陸域ないときついんですけど、ライドラで抑えれるし、まあ、最近の、まあ、雪玉かな、雪玉があるんで、雪玉で、まあ、ユーノノックバックとか、まあ、ノックバックしつつのメガコとかで、まあ、結構防衛できるんで、そのプリンスとかもね、ライドラで。で、ボイス2、また墓石もあるんでね、結構安定して、陸にも戦えるんじゃないかなと思います。ああ、ありがとう。ごめん。ごめん。アホリじゃない。よろしく。ミス。あ、ミス。で、イタチ、ウチハは、ですね、この人ね、なんか、ジャイ使いだったんですけど、引退しましたね。ジャイ引退して、気づいたら、多分ロイかな。テンプレロイな気がする。やばい、これ、僕普段こんなにすぐゴール出さないんですけど、やばい。ちょっとあんまり考えてないと。すぐパッて出しちゃうけど、まあまあ言うてるのがいい形になると思いますね。で、メガゴとライドラとか一気に2体出しちゃうと、ライト打たれるんですよねと思ったけど、ベビドラならいいか。ベビドラライトニング耐えるし。いやー、痛え。いや、甘えたっすね。この甘えたのが良くなかったかな。で、これに、つけてくる可能性はありますね。雪玉で処理して、低めで、なるほど。で、これはポイズンでいいや。で、2体目ファイスピンにポイズンが、あかかってない。やばい、これ2発いる。あ、2体目ファイスピンに、オーブンから出てくる2体目ファイスピンに、ポイズンが当たるタイミングでポイズン、んオーブンに、んもう一回いきましょう。2回目に、初め出てくる2体のファイスピンの、もう後ろですね。2体目ファイスピンに、ポイズンがかかるタイミングで打てば、完封できるんですよね。まあまあまあ、まあでもいいや。ちょっとぐらいならいいか。で、これは、ああまあ来るよね。絶対来ると思った。けど、いや、これ美味しくね？なんかこっち来たんだけど。で、ここで、スケラ、しかもランバだったんで、これ、普通に、これ絶対苦しいはず、絶対苦しいはずって、俺ももう苦しい。あ、待って、スケラ、いや、ターゲットそっちじゃねえ、そっちじゃねえよ、そっちじゃねえ。ゴレにターゲットいってほしかったな。まあいいや。いや、このポイズンも良くないな、多分。普通に防衛した方が良かったかな。いや、でもこれ許容しよう。これ許容して、
で左折られたくないけど、あ待って、おいベビードラ、ベビードラ、うわ迷子。いやここ防衛できるかな、いや無理かな、無理な気がしてきたな、無理な気がしてきたけど、ゴレスケラすれば相手は絶対きついから、ここで攻めてロイ来ても無視ですね。11交換したら多分こっちの方が若干有利みたいなのがないかな。際どいな。これは防衛できないでしょ。絶対。だよね。絶対できないから。僕はこれは防衛しないといけないんですけど。11で、もう一個に出たら防衛でとかしたいですね。はい。おいしい。いや、これはおいしい。それはおいしい。で、こっからですね。一回墓石を置いて、オッケー。あ、もうゴレ出さなくてよかった。ユニットから処理して、痛い。OK。で、まあ、ここは一回、いやー、痛い。いや、これむずいな。ここむずいな。僕はゴレプラスのスケラをしないといけないんで、そこはちょっと、きつきつですね。きつきつだけど、もう攻めてあげる。攻めてあげると、負けるってやつだな。多分。いや、多分これ負けた。いや、しかもあれだ。普通にランバーで防衛もしてくる。やばい。奇跡でスケラ打って落ちることは、いや、ないか。でもここで、ベビードラ、メガゴ来るかな。メガゴ来た。オッケー。来た来た。で、ここでスケラ打って、うわー、ちょっと待ってくれ。あ、終わった。終わった。いや、これは無理だな。これは、守れない。守れないですね。いやー、これ勝ちたかったな。勝ちたかったな。どうすればよかったんだろう。シンプルにゴレ出すタイミングが最後甘えたぐらいかな。でもロイは確実にやっぱ一発受けちゃうんで、まあ、若干のしょうがなさもありますけど、まあまあまあいいか。はい。はい。というわけで、意外とね、このゴレスケラ、絶対弱いだろみたいな感じなんですけど、なんか意外とこのポイズンの相手とかにも勝ててますし、まあ、最近の、まあ、ラムとか勝ててるんで、ラバクロにもこれ余裕なんで、ぜひぜひ今使ってもらえたらいいかなと思います。はい、というわけで、まあ、本日これ2本目なんでね、ぜひ1本目の動画も見てもらえたらいいかなと思います。はい、というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。